チャオ、あっちゃんです。昨日ね、ちょっとね時間が空いたんで、Amazon プライムで映画を見てました。この映画ザ・トモロー・ウォーって言ってね、まあ、あの日本タイトルトモロー・ウォーっていう映画ね、明日の戦争っていうね、まあ、直訳するとね、これ Amazon オリジナル、Amazon が作った映画やねんね。まあ、Amazon ってね、変な、こんな言い方したら悪いけども、一通販会社がね、映画を作成するようになってきて、まあ、すごいことやなーって思って。で、まあ、Amazon オリジナルでドラマとかいろいろ作ってたね、1時間枠のドラマとかあって、時々見たことあるんだけども、すごいクオリティが上がってきて、Amazon クオリティ、まあ、Amazon がね、お金を出しまどっかの配給会社で作ってるのか、そこは知らんけどもさ、まあ、SF 映画やってんけどね、まあなかなかの出来でいいんじゃないのかなとあっちゃんは思った。でレビューもね、いろんなレビューがあんねんけども、賛否両論、5つ星が 36%、1つ星 15%、2つ星 12% って感じでね、まあ、散らばってる感じで、もちろん酷評つけようもたらいくらでもつけられるし、褒めようと思ったらいくらでも褒められる。ただそれは映画の内容に関してね、その映画をただ単にぼーっと見てたらいろんな酷評も出たり、いろんな苦情とか出たりすると思うんだけど、そうじゃなくね、映画っていうのは何らかしらが散りばめられてるってあっちゃんは思うのよ。でこの映画なかなかね、すごい情報が散りばめられてる。さすがガーファ。そう、ガーファは誰が牛耳ってるんですかっていうところでね、レッツシンクやね。そのまあね、映画っていうのはサイエンス制作、スポーツ、セックス、スクリーンのうちのスクリーンやね。そのスクリーンっていうのは何かっていうと、映像、映画、テレビ、メディアを使って人間を洗脳していく装置やねん。その装置の中にいろんなものが散りばめられてんねんけども、このトゥモロー・ウォーっていう映画もなかなかのね、作品で、おー、今の時代に出してきたかって感じの作品やったね。あっちゃん結構こういうの好きでね、そういう見方するのもすごい好きでね。何かっていうとね、映画でね、例えば本当にあることを映画で、やってしまう。まあ、マトリックスにしてもそう。あっちゃんの好きな バックトゥーザフューチャーでもそう。で、いろんなもの、ああいうね、ユニバーサルスタジオかな、が作ってる映画。もちろんね、ディズニーが作ってる映画。ね、まあそういうところの映画っていうのはね、やっぱりその裏の情報を散りばめてくる。それによって、映画によってみんなに見せることによって、なんだ映画の世界じゃーんって思わせる。それを、陰謀を暴こうとして、それを言っても、映画見すぎちゃうんって、頭の中映画だらけやでって言わすために、あえて、そうなんだよねって、裏で何かが手が引いて、それがフリーメイソンとか言っとってテレビでやったら、なんだ、うさんくさい芸人がやってるからうさんくさい話やーんって思うでしょ。そうやって思わせるための洗脳ってあっちゃんは思ってんのよ。だから映画っていうのはそういうのをわざと入れていく。マトリックスなんかぴったりそうでしょ。他にも、まあ、SF 宇宙人が攻めてくるとか、宇宙人がいてるとかっていうのやると、宇宙人いてないって言ってるのと一緒やね。でタイムマシンなんか作ったら、タイムマシンなんて作れるわけないじゃんって、まあそういうね、思わせるね、洗脳装置やと思うんだけどね。まあ前置きはさておきね、この辺からね、ちょっとね、内容自体のネタバレではないねんけど、この話をすると、ちょっとね、内容に関わるすごい重要なところのネタバレになるんで、気になる人は先にトゥモローをここで止めて、トゥモローを見てください。Amazon プライムの、Amazon プライムの、一応あっちゃね、これのリンク URL この下でも貼っときます。無料です。Amazon プライムの会員はね、見れるんで。で、再生かけてね、すぐに、あれです。声優さん、山ちゃん、山寺宏一。アンパンマンのチーズね。なんで代表作そこ持ってくんねんって。もっとおるやろって。すっごい代表作が多い声優さんやね。山寺宏一って山ちゃんでね。で、洋画でもそうやし、いろんなところでも出てくる。なかなかイケボでね、あっちゃん好きやねんけど、山ちゃんで。山ちゃんが、吹き替えしてんのよ。主演ね。ね、クリス・ブラッドかな、主演ね。このクリス・ブラッドの声を山ちゃんが当ててんねんけども、それに違和感あるとかいろいろ突っ込んでるのがあるけど、あっちゃんは好きやったな。まあすごい、もう山ちゃん色が出てたけどね。まあそんなんどうでもいいねんけど、そういうんじゃなくね、ストーリーとして見てもなかなかまあ、
面白いんじゃないのかなって。ざっくり言うとね、これも始まりの、ページのところに載ってんねんけど、これ読ませてもらいます。タイムトラベラーたちが緊急メッセージを届けに2051年からやってきた。その内容は今から30年後の未来。今はね、2021年です。で、2021年、この映画では22年に来るんだけどもね、21年に、から30年後の、2051年、人類は、ね、エイリアンとの戦争に敗れるというものだった。人類が生き残る唯一の希望は今ここにいる兵士、民間人を未来に送り込み、戦いに参加させること。娘たち、娘のために世界を救うことを決心したダン・フォレスター。ダン・フォレスター主演のね、クリス・プラッタやだけども、は地球の運命を書き換えるため、優秀な科学者と疎遠になっていた父親と、結束し戦いに挑むっていうね、そういう、まあ、ストーリーやねんけども、ここまでこのタイトルの方に書かれてんのよ。で、まあ、なかなかね、ストーリー的にも、まあまあ今の時代に合致してるかなと、ちょうど、で、あっちゃん言ってるでしょ。2050年に世界は変わるよって。そう、2050年何か、ムーンショット計画の年よね。その年、ね、2050年から日本はムーンショット計画もスタートする。で、2020年、2021年、2年、この時から、まあ、もう始まってんねんけどもね。みんなが気づき出して、ターニングポイント2030年から50年の間、でその間に人間はいろいろ変わっていくんだよっていう話をしててね。で、2050年ぐらいには地球がもしかしたらもう終わっちゃうかもわからない。そこのところで、気づいた人だけが5次元の世界に上がれて、気づかない人は3次元のまま苦しい生活をしていくんだよっていう話をしてんねんけどもね。下手したら、本当に地球、もちろんこの映画ではね、まあ、地球人が、地球人がその宇宙人との戦争に敗れて、地球が殲滅されるっていう映画やねん。で、だからそうさせへんためにも過去に戻ってきて人手が足らんからね、その人手を今過去から連れていく、未来に連れて行って戦う。で、ね、そういう映画やけどね、まあ本当に、もう本当にもう、この先はかなり、確信じゃないねんけども、ストーリーに近いところまで、迫っていくんで、動画止めてくださいね。で止めた後、ここからもう一回動画、トモローウォーの映画を見てから戻ってきてくださいね。はい。で、これ面白いのがね、そうそう、見てね、最初にね、音声、日本語で出てくるんだけど、映画をまず見ます。で、見ます。で、設定のところ、音声の設定のところはね、この画面のね、を止めないと、この辺にね、ちょっと映ってないかな。あ、これで映るかな。この辺にね、この字幕マークがあるけど、これをクリックするとね、音声日本語とか、いろんな外国の言葉がね、オリジナルイングリッシュとか、エスパーニャとか、フランスとか、なんかわからん、アラビア文字とか、イタリアーノとか、で、まあ、こんな感じのね、いろんな言語があって、字幕もね、今オフになってる。日本語字幕とか、イングリッシュ字幕とかね、で、エスパーニャとか、フランスとか、ハングルとか、中国、チャイニーズとか、いろんなね、選べるようになってるのよ。だからなかなかね、面白い設定。こんな今までなかったんやけどね。字幕版、吹き替え版、字幕版って選べたけど、そういうのがなかったけどね。なかなかちょっとこういう設定が面白くってね。まあ、どの言語で見てもいいよ。山ちゃんがね、ちょっと耳につく人は、英語版で見たりね。英語版の方が好きな人は見てくれたらいいと思うんだけど、ね、あっちゃんね、昨日は山ちゃんで見てんけど、もう一回ね、字幕で見ようかな。英文で、英語で見ようかなと。なんか本家の英語版で見て、日本語字幕で見たり、今度、英語字幕でね、どんなこと言うてんのか見たりとかしてね。で、言ってること多分ね、本家とかとイタリアのこととか聞いてもわからへん。フランス語聞いてもわからへん。なので全然けど、英語やったらなんとか理解できるところちょっとあるからね。それで、どういうニュアンスの違いがあるのかとか、また見てみたい。そういう見方しても面白いんだけどね。ではね、本格的にここから、ちょっと確信に入っていきます。ではここでまだ見てない人は止めてくださいね。で、聞きたい人はこの先聞いてくれたらいいけどもね。はい。では確信っていうかね、ちょっと現実とリンクさせてみたいと思います。はい。
この映画ね、まあ、宇宙人が出てくるね。でその宇宙人がね、なのね、どちらかというと、まあその、もうストーリーは飛ばしていくよ。で、なんでどうなってそこへ行ったのかっていう話も飛ばしていくけども、要は30年後の未来に行くねんけども、30年後の未来はどうなってんのかって言ったら、宇宙人と、地球人との戦いになってね。で、もともと地球人と宇宙人との戦い、まあよくあるSF ストーリーやねんけども、宇宙人がね、まあ、地球人を侵略して食べてっていうか殺していくねんけども、まあ食べるんやけどもね。で、まあそうやって地球に侵略してきた。で、まあアメリカが主体の映画やねん。よくあるアメリカヒーローもアメリカが世界を救うみたいな映画やねんけども、アメリカのね、その未来のその軍隊の人とか科学者とかが過去に戻って、人手が足らんから過去に戻って軍隊経験ある人とかを、まあ、未来連れていくんで、30年後に連れていくんだけど、30年後タイムマシンとかまだできてない。だから、ちょっとしたワームホールを使って行き来する。それも一瞬しか行かれへんし、って言って、ほんで、ね、その、時間的には30年後に飛ばせるけども、何年前に戻すとか飛ばすかできへんのか、30年を飛ばして30年前に戻すっていう感じやねんけどね。まあ、それで、まあ、何人かやっぱり亡くなっていく。で、まあ、生存率何パーセントみたいな、低い確率でみたいな映画やねんけど、で、すごい宇宙人が強くってね、で、武器を持たない、野蛮な宇宙人やね。要はもう自分のパワーとか、持ってる爪みたいなものを飛ばしたりしてね、攻撃してきたりとか、噛みついたりとかね、だから持ってる触手みたいな、尻尾みたいなね、パシーンって縛いたりして殺したりって、そういう野蛮な宇宙人。要は、アホな宇宙人やね。で、アホな宇宙人やねんけど、そのアホな宇宙人は何かっていうとね、形的に言うとね、トカゲじゃないね。ちょっと頭の悪い、竜みたいな。要は、ドラゴン。ね、この、立つ書いて、月書いて、これにやったら難しい竜じゃなく、立つに、こうみたいな尻尾の竜ね。要は、ドラゴンボールの竜王みたいな竜ね。みたいな、ちょっと、竜っぽい、ね、やつやねん。ねえ、そいつらがね、バーってこう襲ってくるんやけども、で、そいつの、大元、メスが、メスが一頭しかおらへんのかな。あとみんなオスかみたいな。要は、女王蜂みたいな感じやね。女王アリ、女王蜂みたいな感じで、メスを捕まえて、そっからまあね、それを研究してね、そいつを倒すっていう、なんだろう、ウイルスみたいなものを作って、それを打つことによって相手を殺す、倒すっていうものを作んねんけども、まあ、要は敵。日本、地球人からしたら敵の宇宙人は、竜やねん。そう、ドラゴニアやねん。ドラゴニアが敵として、地球の敵として、もう植え付けられてんねんね。で、それを、なんで地球に来たんかって言ったら、宇宙から UFO でやってきた形跡って何年前にもないって。痕跡がないっていうね。で、どうもロシアのね、ロシアの雪の深いところから出てきた。っていう話やね。で、そこに不時着したんやろうって、ロシアの北の端やから、みんな知らん、わからん状態で不時着したんやろうっていう話やねんね。で、そうなってきてね。で、調べていったら、まあその火山とかの詳しい子がおってです、まあいろんな頭の人がおってね。で、そんな人たちがこう研究する中で、こいつらはもしかしたら地球の底におったんちゃう。要は宇宙から来たんじゃなく地球から来たんじゃないのかっていう話よ。で、何千年前に地球に先に来てて、で、地球の底でいてて出てくるって話。だから下で住んでる、地下で住んでるんじゃなく、要は、頭のいい宇宙人。まず、まあね、向こう側からしたらレプティリアンやね。レプティリアンがね、家畜として連れてきたアホな宇宙人。ね、まあ、言うたら、凶暴なね、恐竜のような。なんか、恐竜って言うけど、恐竜って漢字で書いてみてね。ちょっと今、ホワイトボードこっち持ってないね。竜。怖い竜って書くのよね。見えへんかな。あ、こうやって見たらいいね。ちょっと待ってね。なんかメモみたいなのないかな。もうみんなわかるよね。あっちゃんにみんな、ね、頭やもんね。あっちゃんが漢字アホやからさ。書くもんないわ、メモ。メモかなんかないかな。
要はね、恐竜は恐れる竜っていうか、怖い竜って書くでしょ。で、怖い竜イコール、そう、ドラゴニアを当ててるわけやねんね。だからそういうので怖い竜っていうのを連れてきて、で、それを培養してんね、UFO の中で。その UFO が落ちてん、事故で。それがロシアの雪深いところ。そこから何千年とかかって氷、雪山ができた。その雪山が地球温暖化の原因で溶け出してきて、溶け出すことによって、出てきたっていう話やね。で、要は宇宙人はもう死んでんねん、中で。でも、中で、その培養液の中で飼われてた、ね、恐竜っていうか、ドラゴニアみたいな竜の悪い奴ら、頭の悪い奴らね、は、培養液の中で培養されたまま凍ってるから、温度が上がって溶け出したら、培養液から出てきたっていう設定になってんだよね。それが2040年か、2040何年。そこから2050年、49年、中から2年、3年かけて戦争してきた。51年に地球が滅ぶんだよ、みたいな映画ね。それを阻止するために2051年かに、呼ばれて戦争してる。ちょうど末期の、戦争末期の時代に、今のこの主人公のね、名前誰やったっけな、クリス・ブラッド、クリス・ブラッドが吹き替えてるのは何ちゅう名前やったっけ、主人公ね、ダン・フォレスターね、ダン・フォレスターが、戦いに挑むっていう話ね。まあ、この中にね、またちょっといろんなストーリーが入ってるから見てね。ここはちょっと言わんけど。で、その中で宇宙人は地底から出てくるっていう話やね。ね、あっちゃん言ってたでしょ。地底にレプティリアンが住んでて、レプティリアンは時々地底から出てきて人間を食らうんだよって。で、竜、ドラゴニアンを、すごく敵対してて、ドラゴニアンを悪者にしてるって。で、悪者にしてるけども、実はドラゴニアンっていうのは、地球を守った人。地球が一度崩壊した。ね、最初に先住人がおって、それが、頭が、ちょっと、知能が良くなりすぎて、で、戦争を起こして、一旦地球が滅んだ。核戦争でね。その時に、助けてってドラゴニアンに求めて避難したのがムーの民族ね、ムー大陸の民族。それが宇宙、ドラゴニアンに助けられて、ドラゴニアンがもうぼちぼち地球も大丈夫だよっていうことで帰ってきた、戻ってきた。それが、ドーンとムー大陸もなくなって地球も形変わってるからね、核戦争で地底も変わって、もう何万年、何億年とか経ってる。恐竜時代のまだ前の話だから。で、ようやく地球も収まってきて、放射線も収まってきた時代に、地球の中に、ね、日本っていう島を作って、その日本っていう島にヤップ遺伝子を持ったドラゴニアンと、レプティリアンとサルとの遺伝子でできたのが人間。その人間、レプティリアとサルでできた人間とドラゴニアの遺伝子が混ざってできたのがヤップ遺伝子を持つ日本人やねんね。で、そこに日本人を持ってくるっていうことで、日本にその日本人を置いた。そのことで日本人、で、日本だけではあかんから世界中に飛び散った。それが日本人とよく似た顔をしたアイヌ民族とかね、沖縄の人とかみたいな顔をしたね、その日本人古来の濃い顔をした、要は縄文人ね。縄文人みたいな顔をした人っていうのは、ポリネシアンであったり、あとエスキモ、イヌイットとか、アメリカのインディアンとかね、いろんなところに飛び散った。もちろんローマ帝国の人ね。だから、安倍博士とローマ人が似てるっていうのね。で、多分安倍博士もね、濃いヤップ遺伝子持ってるんでしょうね。まあそういうね、濃い民族ね、世界中に飛び散った。だから、迫害されていく。だから、イタリアなんかにも、ローマとかにもおった、イタリアにおったのに、ローマの中に小さい悪の組織があるでしょ？バチカン市国。バチカンの中はとんでもないね、悪が救ってるけども、その悪がローマから迫害していて。で、ベネチアの島の中で、唯一侵されない島、誰も入れない島で、コツコツとベネチアングラスを作ってたイタリアの先住人たちとかね、迫害されていた人とかね、見てる。だから、イタリアにも、あれをね、イタリアにもユダヤって言われてるけどもね、
ユダヤって言われてる中でも悪いやつもおるしいいやつもおるけどもね、その中でもユダヤ13部族の中の日本人ヤップ遺伝子を持つ人たちの末裔がいろんなところ飛び散っているわけでね、その中のイタリアとかカナダのイヌイットとかおるんだけども、この映画の中でもきっちりそれが出てるのが G7、ね、基地があるんだけど、その基地にね、旗がかかってね、アメリカ、中国、オーストラリア、ドイツ、韓国、フランス、イギリスの旗が掲げられてる、ね、あれ G7 入ってないよね、韓国とかね、のにその旗がね、今聞いてあれって思わへんだ、日本の旗がないのよ、そしてカナダの旗もないのよ、イタリアの旗もないのよ、そう、日本はヤップ遺伝子、カナダはイヌイット、イタリアはイタリアの先住人、だから日本とイタリアは組んでたね、あれを、数軸で組んでたのね、その数軸の中にドイツが入ってた、ドイツはレッツインクです、はいまあそういう感じでね、いろんな国がね、関わる中で、なんでかこの映画では不自然に日本の旗、イタリアの旗、カナダの旗がないっていうのも不思議でしょ、そういうね、いろんなことが練り込まれてる、だからそういう目線で見てると映画っていうのはね、かなり得るものがある、でもそれを知ってしまって逆に目覚めの妨げになることもある、これが映画による洗脳やね、だから今回アマゾン、そう、ガーファ、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン、そしてツイッター、このね、もちろんインスタグラムは、インスタグラムはグーグルかな、でツイッターどこやったっけな、どっかと繋がってるよね。だから言論統制かけてんのよ。そこのところが作ったアマゾンって言論統制かけてないし、アマゾンってやってないよ。通販しかしてないよ。じゃあ何してんの？映画で洗脳してる。怖いね。これがビッグテックです。はい。言いながらも、あっちゃんはありがたいから使いますよ。アマゾンもね。で、アマゾンから映画も見ますよ。で、アマゾンで商品注文しますよ。お味噌も届いたしね。紹介したよね。あと、今使ってるカメラの三脚。今アマゾンからそうですね。もうあぶちゃんアマゾンのヘビーユーザーなんでね。うん。まあそんな感じでね、いろんなそういう洗脳。だから逆に言うたらこういうね、メディアを使って洗脳しようとしてる。でもそこから洗脳解ける方法だってあるんだよって、ただ単に口開いてぼーっと見てたら洗脳されちゃうんだよって。だから、洗脳しようとするやつっていうのはレプティリアン。レプティリアンは頭がいいねん。でもアホやねん。はっきり言って。それを超えてしまったのがドラゴニアンとレプティリアンと、言うたらレプティリアンと猿とドラゴニアンの血統を持ったヤップ遺伝子の人たちは頭がいいはずです。だから気づいたら気づく、だから気づかない人は洗脳されてる。もともとヤップがないドラゴニアンとの、気もないレプティリアンと猿の人間の中の数人が気づいて、ムー大陸を築いて、そのムー大陸の人間が頭が良かった。ちょっと気づいた人たちはムー大陸で、そして助けてってドラゴニアに求めた。そしてドラゴニアの血が入ってきて、さらに頭が良くなったのがヤップ遺伝子やねんからね。ヤップ遺伝子を持つ人たちは覚醒しないといけない。だからあっちゃんはヤップ遺伝子を持った人に覚醒してほしいって言って、配信やっても、未だに低評価が多い。これは頭の悪い人たちか、ね、頭の悪いヤップの持ってない人たちとヤップの持ってない工作員に洗脳されて、ちょっとね覚醒できてないヤップ遺伝子持ってんのに、もう薄れてきて、もう何千年 何万年ってなってるから、何億年かなってるか、何億年ならんのか、縄文時代が1万6千6千年ぐらい前って言われてるけど、どうもね痕跡からいくと下手したらちょっとわけわからんねんけど、3万年とかくらい前とか、3万5000年とか前からいてたんじゃないのかって、氷河期にも人間住んでたんじゃないのか、恐竜と共存してたんじゃないのかって、机が聞こえなってね、あちゃ落ちてるから、恐竜と共存してたんじゃないのかって、それぐらいから長い間住んできた縄文人がたったのね、その後の2000年、紀元前2000年ぐらいからなんとか文明ができたんでしょ、インダス文明とかガンジス川なんたらとか、ね、
そんなのができてきて。で、そっからまだ、今2020年よね。2021年よね。ってことは、要は、4、5000年を3万年前から住んでた人たちが4、5000年の間に、またダメな遺伝子に侵されてきて、ヤップ遺伝子が薄れてきてるってことだよね。だからヤップ遺伝子っていうのは日本列島から発信した少ない民族やからね、簡単に洗脳とかされる。そして洗脳が始まったのは、そう、たったの7、80年前やねん。いや、もうちょっと前、明治維新が始まった頃やから、言うても200年足らずやねん。たったのそれが何万年ってきたヤップ遺伝子を潰してきてる。そのさらに前に地球人ができてるから、ね、そう考えると、どれだけ、ね、ヤップ遺伝子が今薄れてきてるかって気づいたらね、危機感を持たないといけないんじゃないのかなって、この映画で教えてもらいました。はい、ということで、ね、そういう見方をする映画の見方って楽しいんじゃないのかなと思っちゃんでした。ぜひぜひ、トゥモローを、これAmazon プライム会員やったらタダで見れるんで、Amazon でしか見れない映画なんで、ぜひぜひ見てください。楽しいですよ。はい。ということで、明日はね、今日はちょっと お出かけするんだけど、明日もしかしたらね、テンガラモンが入ってんのよ。待ってね。テンガラモンがね、公開された、公開中か、Amazon プライムに入ったんで、プライムじゃないでよ。俺、有料やねんけどね、テンガラモンはね、500円かな。あれ？さっきテンガラモン出てたのに出なくなった。どこ行った？どっか行っちゃったよ。ね、ちょっと見るね。あれ？テンガラモン、三浦春馬君のね、最後の映画やねんけども、ここにはね、何らかしらのメッセージを絶対埋め込められてるとあちゃんも思ってんねん。で、これ、テンガラモンはね、あの人、五代さん、なんか江戸の末期ね、江戸から明治にかけて活躍したやねんけど、活躍した人やねんけども、要はフリーメイソンやねん。で、フリーメイソンの手下で日本をダメにした人間やねんけど、それを、三浦春馬くんが演じてんねんけどね、今これもちょっと読んでおきましょうか。江戸末期、ペリー来航に侵犯した日本の片隅で、新しい時代の到来に敏感に察知した若き二人の青年武士が、全速力で駆け抜ける五代才助、後の五代友厚ね。と坂本龍馬、二人はなぜか大勢の侍に命を狙われている日本の未来を遠くまで見据える二人の人生がこの瞬間重なり始める、上位か開国か、五代は、激しい内輪もめにも目もくれず世界に目を向けた。そんな折友情の春と出会い自由な夢を見ん、てん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 って書いてあるんですね。そういう風な感じでちょっと今回ちょっと見たいんだけどね、このストーリーのね、あらすじがね、ここで止まってんねんけど、要はね、五代友厚って言ったら日本を変えたね、坂本龍馬は日本を開国に導いた。で、うちからね、で五代友厚は外国から日本を開国に導いたって言われてるね、フリーメイソンの手下やねんけども、ちょっとそれをね、三浦春馬くんが演じてるっていうのは何らかしらのメッセージで残してくれてると思うね。だからこれすごい見たくってね、前から映画館でやってるけど、教えてもらったら知らんかって、あ、じゃあこの映画自体知らんかって教えてもらって視聴者さんにね。で、気づいた時はね、奈良の映画館の公開終わりの3日前やって、だから行かれへんかって。だからビデオ出たら速攻見ようと思ったら、ようやっとね、Amazon プライムレンタルね、高画質500円やけど、低画質で行くと400円やね。たった100円やけども、100円ケチってね。低画質というか普通画質でこんな十分やから、うちのこんな23インチのモニターやからね。これで、ね、見ようかなと思って。ね、一回これね、今日夜か明日でも見ようと思ってね、すごい気になっててね。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、映画の中でね、いろんなストーリーを見つけるっていうのは面白いね。もちろんアニメでもね、約束のネバーランドもそうやし、呪術廻戦もそうやしね、鬼滅の刃もそうやしね。もうね、そんなの見てるとね、かなり、なんていうのかな、日本人ってこうやって映画で洗脳されてる。そして映画の中にも、
いろんなメッセージも込まれてる映画って、なかなか、見方を変えると洗脳が解ける。でも見方を間違えると洗脳される装置なんだなって気づいた。だからこのトモロー・ウォーっていうのはすごいおすすめなんで、ぜひぜひ見てください。映画的には、まあまあかな。っていう感じで、ストーリーはね、ちょっとね、まあよくある、アメリカが世界を救うヒーローものって薄っぺらいストーリーやけどもね、しっかり見てるとなかなか面白いんで、ぜひぜひ見てください。ではまたね、バイバイ。たまには映画見て、癒されるのもいいと思います。